以上が私が御社を志望した理由です。なるほど。本当に弊社に入社したいんですか？はい。だとしたら志望動機がダメですね。え？他の会社でも当てはまることばかり言われてもね。いやでも一生懸命考えてきたのですが。だとしたらレベルが低すぎます。なるほど。これがいわゆる圧迫面接ってやつですね。は？先ほどからあなたは私が言うことすべてに対して否定しかしてこない。そんなに就活生をいじめて楽しいんですか？っていうかあれか、就活生くらいにしか強くできないのか。わかります。だってあなた面接官としてのレベル低いですもんね。それ以上言うと不合格にしますよ。いいですよ。あなた方面接官は我々就活生を選ぶ側にあると思っているかもしれませんが、一応我々就活生も会社を選ぶ側にあるんで。先ほどから何なんですかあなたは。こっちのセリフですよ。否定しかできない能なしのことしっかりと報告させていただきます。誰にですか？ SNS にですよ。